ドッグトレーナーゆきの犬のお悩み解説。本日は我が家の実体験である涙やけの治し方をご紹介します。ワンちゃんの悩みで多いのが目の周りが赤茶色に変色する涙やけ。シーズーやフレンチブルドッグなど鼻の低いワンちゃんやチワワ、トイプードルといった小型犬を中心に多くのワンちゃんが悩まされています。我が家の愛犬も長い間涙やけに悩まされていました。ところがご飯の内容を変えただけで涙やけがきれいになくなったんです。涙やけの改善のために気をつけたことは2つあります。1つはドッグフードを見直したこと、2つ目は水分をたくさん摂取させたことです。1つずつ詳しく見ていきましょう。涙やけを治すためにまず気をつけたのがドッグフードです。ドッグフードは愛犬の体を作る重要なものなので体にいいものを選ぶように意識しました。ポイントは無添加、ヒューマングレード、お肉や魚がしっかり含まれていることの3つです。添加物を避けた理由は、添加物はワンちゃんの体に必要ないものだから。ドッグフードには着色料や保存料などたくさんの添加物が使用されているものがありますが、ワンちゃんの体質によっては涙やけが悪化する場合もあるんです。またドッグフードの原材料には人間の食品には使用できない低品質なものが含まれている場合があります。粗悪な原料は消化が悪く涙やけを悪化させる原因になります。そのため食品と同じ品質で作られたヒューマングレードのフードを選ぶようにしました。またワンちゃんは穀物よりお肉や魚の方が消化しやすいため、お肉や魚が主原料のフードを選ぶようにも気をつけました。そしてドッグフードの見直しと同時に気をつけたのが水をたくさん飲ませることです。水分をしっかり摂取できていると体の老廃物がおしっこやうんちと一緒に排出されやすくなるので、水を飲んでもらうための工夫をしました。具体的には水分量の多いウェットフードを混ぜたり、フードをぬるま湯でふやかしてご飯と一緒に水分も取れるようにしました。またお散歩の後やおやつの時などに鶏の茹で汁で水分補給も行いました。良質なドッグフードに変更することと水をしっかり飲ませること、この2点を半年ほど続けていくうちに愛犬の涙やけはどんどん薄くきれいになっていったんです。ちなみにドッグフードを変更した後にかえって涙やけがひどくなった場合は、タンパク質の割合をチェックしてみてください。ワンちゃんによってはタンパク質の量が多すぎると涙やけが悪化する場合があります。その場合はタンパク質の割合が 30% を超えるフードは避けてあげましょう。涙やけは治すのに時間がかかるため地道に続けることが大切です。ただ涙やけは体質的な影響も大きいので、ご紹介した方法を試しても涙やけが改善されない場合も残念ながらあります。しかし良質なフードを選ぶことや水分をしっかりとることは体にいいことなので、ぜひ試してみてください。それでは涙やけを改善する方法をおさらいします。1つは良質なフードに変更すること、無添加やヒューマングレード、お肉や魚がメインのフードを選びましょう。もう1つは水分をしっかり摂取させること、ウェットフードやフードをふやかすなど水を飲ませる工夫をしてみてください。この動画が参考になった方はグッドボタン、それとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。